アベ六635号機、ポンテ・ボロッタ駅に停車中、アベ六633号機、レー駅に停車中、2010年ルガーノ、ポンテ・トレーザー鉄道アベ4、6系時代、アグノ駅アルプス36鉄道アベロク、6系電車は、スイス南部のティチーノ州地域鉄道及び、イタリア北部のアルプス36鉄道が運営する、チェントバリ鉄道で使用される、山岳鉄道用電車である。 本機はイタリア語で百の谷を意味する、スイス南部のロカルノと、イタリア北部のドモドスソラを結ぶ1000ミリメートル期間の路線である、チェントバッリ鉄道は開業以来の1923年生、アブダ4、4型電車11から18号機で運行されてきたが、北が1959年生で、直通列車用の3車体連接式アベ8、8計3編成と、 1963年製で、スイス側のティチーノ州地域鉄道の区間列車用、アブダ6、6系に編成の導入によって近代化を図ってきた。一方、このアブダ6、6型と、車体形状等が同一で客室配置が異なる、順道景気を、スイス、ティチーノ州のルガーのポンテトレーザ鉄道がアベ4、6系1から12号機として導入していたが、その後同鉄道が、 ティチーノ州の S バーンに指定され、より大行で、都市近郊用の BE4、8K21 から25号機が1978から79年に導入されたことによって、余剰となっていた。このような中、チェントバッリ鉄道のイタリア側のアルプス山6鉄道は、区間列車用に、このアベ4、6K10 から12号機を1978年に購入し、電気品を アブナ六六型と同一のものに変更して、車軸配置ボニボからボボボに改造し、アベ六6 k 十三から三十五号機とした機体が本形式である。製造は、車体、SWP、電気部品、主電動機及び台車を TIB が担当、アベ六六型への改造は、ティチーの州地域鉄道のロカルノサンアントニオ工場が担当しており、抵抗制御方式で、 最大速度時速 60km、低格出力 540kW を発揮する山岳鉄道用の機体であり、各機体の基盤、休憩式及び基盤、製造年、機体名は以下の通り、ありがとうございます。